それでは栄える栄を殴り輪郭を取りたいと思います。太さを作りながら描きます。まずは線でおへその形を作っておきます。続いて腕の太さを取りながら形にしていきます。はい、このようにして形にして、形が終わりましたら長らくそれでいよいよ仕上げていきます。少し消しゴムを使って無駄なところを消したいと思います。はい、このように整えて、少し木の縦棒が短いので少し修正したいと思います。